はい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 。絶対負けられない試合、ベテランの力で本当に勝ったなっていうふうに思うし、少しね、数年前のジャイアンツを見てるというかですね、まあ、菅野さんが抑えて、坂本さんが打って、で、相手ピッチャーには大野さんがいて、みたいな、ちょっと5年前ぐらいのね、うん、なんかこう、感じがすごく戻ってきたというか、なんかちょっと本当に感動して泣きそうになったのって俺だけ？ってな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたジャイアンツ対、ドラゴンズですね、ドラゴンズのですね、試合解説の方をやっていきたいなというふうに思っております。はい、今日はですね、今言いましたけども、まあベテランの方のね、力というのがすごく発揮された試合だったかなというふうに思います。まあすごく投手戦でね、0対0で、まあこういった試合って、まあ大体、まあホームランが出たりとかね、そういったところで、まあ連打がなかなか出ないんでね、ホームランが出て、まあ1対0、2対0で、どっちかが勝つみたいな試合って結構多いと思うんですけど、まあそれがね、なかなかこう、あまりいいイメージがなくてね、まあ菅野さんいいピッチングしてて、なんか最後ホームランに泣くみたいなところって結構今まであったのかなというふうに思うので、まあ、結構ヒットもね、打たれてたんで、ちょっと危ないかなとは思ってたんですが、そこをしっかり我慢して、まあ最後ね、逆にこう、ジャイアンツがね、ホームランで、まあ坂本さんのホームランで、まあ勝つと、その2点で勝つというところで、まあすごく、いい試合だったと思うし、なんかすごく感動した試合でありました。はい、じゃあですね、今日の動画の構成としてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきまして、僕がね、最後に、配球チャートなんかも用いながらね、使いながら、ここはポイントだったよみたいなところをできるだけ面白く伝えていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、得点シーン振り返っていきたいと思うんで、僕の胸あたりにですね、画像を出しながら、ちょっとね、見ていきたいなというふうに思ってます。はい、今日はですね、先ほども言いましたように、まあホームラン1本で勝ったんですね。まあ2対0というところで、まあね、完封勝利というかね、はい、いたしました。はい、まあずっと0を続いてたんですよね。はい、ずっと0続いてて、まあ大野雄大投手もね、めちゃくちゃ状態良くてね、まあ今日見てる感じではストレートがね、めちゃくちゃ多いなっていう。まあ、もともとツーシームというね、まあツーシームというかまあフォークボールみたいなもんなんだけど、うん、まあツーシームがすごく得意なピッチャーで、今までね、やっぱりこう、怪我とかがあってね、ちょっとやっぱりストレートの球威がなかなか戻ってないなっていうところはあったんですけども、今日のピッチング見てるとね、特に、試合観戦された方とかわかると思うんですけども、特に一巡目の時なんかね、もうほぼまっすぐっていう、ほぼまっすぐしか投げてないぐらい、まっすぐの割合が多かったんですね。8割ぐらいまっすぐだったかな、みたいな。初めの方はね。っていうのがあったんで、そんだけね、まっすぐ走ってたんで、どんどん押してって、で、フォークというかね、ツーシームで落としたりとか、っていうところがすごくうまくハマってたなっていうところがありました。はい。で、ジャイアンツは全然ヒット打ってなかったと。っていうところで、7回ね、点入ってますけども、7回のモンテスが初ヒットだったと思うんですよね。フォアボールはね、ちょくちょく取ってましたけども、7回にそのヒットが初めてのヒットで、で、その後にですね、坂本さんがホームランというところで、まあ後で詳しく解説していきたいと思うんですけども、本当にこの7回裏の、まあ、岡本選手の時と、坂本選手の時ぐらいしか失投ないんちゃうかっていうふうに思うぐらい、まあ、キャッチャーの木下選手の構えたところのもう付近にね、もう投げ込んでるところがすごく印象的でした、今日ね。はい。で、7回ですね、まあ、ワンアウト1塁から坂本選手のホームランというところで、まあ、2点、取ってまして、その後ね、もう全部ゼロというところで、まあ、ヒット数なんかを見ても、ドラゴンズが6本で、ジャイアンツが2本しか打ってないという、モンテスのヒットと坂本さんのホームランしか打ってないというところで、まあ、その、よく2安打で勝てたなっていう、今までこう、ね、ヒット打っても、10本ヒット打っても1点しか取れなかったとかね、そういった試合たくさんありましたけども、逆に2本しか打ってないけど2点取れてるというね、まあ、ホームランというね、まあ、まあ、野球の醍醐味であると思いますし、まあそこがね、しっかりこういう試合のところにね、出たっていうのは非常に大きかったんちゃうかなっていうふうに思います。はい、じゃあですね、次ですね、スタメンの変更点見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、スタメンのね、ボード出しながら、ちょっとね、前日からのスタメンの変更点を見ていきたいと思います。はい、まずですね、ホーム側のジャイアンツから見ていきたいんですけども、昨日と比べましてね、今日は、
まあ、菅野さんがピッチャーというところで、まあ、小林選手が8番に入っております。まあ、前日はね、岸田選手が出てたんですけども、今日は8番に小林選手が入っておりますと。で、昨日ね、8番に入ってた、門脇選手が今日は、7番、ショートというところでスタメン出場しております。で、昨日はまあ、井上投手で、今日は菅野投手というところで、まあ、昨日ね、いい形でね、まあ、勝てたっていうところがあるんで、まあ、今日連勝というところを、ジャイアンツは、ね、絶対条件というところで、望んでるんじゃないかなというふうに思いました。はい、対するドラゴンズですけども、結構、まあ、ちょいちょい変更点ありまして、まず、昨日2番に入ってた、山本康さんね、もうジャイアンツにいた、もう僕がめちゃくちゃお世話になった、先輩ですけども、が昨日出てたんですけども、今日は、高橋周平選手がね、6番で出ております、サードでね。で、昨日、キャッチャーで出てました、宇佐美さんね。宇佐美さんにももうめちゃくちゃよくしてくれました。はい。こう見るとジャイアンツの選手が多いなとは思うんですが、はい、昨日6番に入ってたんですけども、今日は、キャッチャーが木下選手にね、変わっております。7番に入っております。はい。で、昨日、7番に入ってた、村松選手がですね、今日は2番に入っておりまして、2番ショートになってますと。で、昨日は柳投手で、今日は大野投手というところで、まあ、昨日の柳投手はね、まあ、ちょっとこう、まっすぐがなかなか走ってなかったんじゃないかなとか、まあ、浅野選手にね、打たれたりとかありました。まあ、まあ、昨日も言いましたけど、まあ、浅野選手がね、昨日こんだけ変化球打ったんで、まあ、今日はね、まあ、大野投手どんどんまっすぐで押してくるんじゃないかなと思ってましたけども、まあ、バッター関係なくね、非常に今日はね、ストレートが走ってたというところで、素晴らしい投球をしてくれたんじゃないかなと、してくれたというかね、したんじゃないかなというふうに思いました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたね、みたいなところを、できるだけね、わかりやすくね、面白く、伝えていきたいと思うんで、ここから見てください。ここから見てくださいよ。お願いしますよ。いきます。はい、今日はですね、まあその、2対0なんでね、まあなかなかこう、乱打戦ではないので、非常にね、スムーズに、進んだね、試合だったんですけども、まあポイントはね、やっぱあるんですね。はい。で、ポイントとしてはですね、まあ今日は菅野投手が、まあ結構先頭ランナーを出してたんですね。うん。まあいわゆる粘りのピッチングというか、うん。1回、2回、3回、全部先頭ランナー出てるんですね。うん。ちょっと見ていきたいんですけど、まず先頭ね、1回表、いきなり岡林選手にヒット打たれて、で、村松選手空振り三振。で、川越選手も見逃し三振。この見逃し三振も非常に素晴らしかったですね。フォークとスライダーでずっと見してて、最後アウトコース低めのまっすぐというところで、手出ませんですよね、あれはね。はい。で、2回にもランナー出してると、先頭ランナーね。石川選手にライト前ヒット打たれて。でも、高橋選手を空振り三振。木下選手をショートゴロ。で、田中美希也選手に、センター前の二塁打みたいな。まあ、うん、センター前二塁打みたいな感じで打たれて、で、2アウト2、3塁作るも、大野選手をショートライナー。まあ、ここもね、ピンチを、まあ、脱出するというところですね。で、2回裏も、2回裏ね、ジャイアンツの攻撃だったんですけど、まあ、その先頭の岡本選手ね、すごくいい当たりのレフトフライだったんですけども、これもね、川越選手が、まあ、ファインプレーというかね、まあ、いいプレーで取るというところ。まあ、結局、今日ヒット2本しか打ってないんですけど、ちょいちょいね、いい当たりあったんですよ。岡本選手もそうですし、まあ、丸選手の打球もね、後で言いますけども、あったんですけど、まあ、ことごとくね、外野の守備に阻まれてるっていうのがあったんですね。だから、ドラゴンズはですね、非常に、外野の守備っていうのも、硬いな、まあ、岡林選手を中心にね、素晴らしいなっていうふうに思います。で、3回表もですね、これまた先頭ランナー出すんですね。また岡林選手にヒット打たれて、で、今度は多分1回、2回、まあ、強行というか、ヒッティングできて、ランナーがね、なかなか進まなかったりとかあったんで、この回は3回表ね、村松選手バントしてくるんですよ。で、バント成功して、で、ワンアウト2塁で川越選手、センターフライ打ってね、まあ、タッチアップでランナー3塁行きますと。で、ここで、まあ、中日で一番、頼りになるバッターというかね、一番警戒しないといけないバッターに回ってくると、細川選手にね、回ってきたんですけども、ここちょっと配球チャート見ていきたいんですよね。ここの、菅野投手の、そのコントロールというか、まあ、フォークの使いどころっていうところを皆さんにね、ちょっとね、見てほしいんですけど、まあ、結果的に言うとね、これサードゴロに打ち取ったっていう場面なんですが、これね、まあ、見ていくと、フォークボール、ボール。うん、フォークボール見逃されてボール。で、ストレート、ファール。で、フォークボールがボール。うん。これね、見ると、フォークボールが、まあ2球見逃されてますよね。うん。だけども、この4球目のフォークボール空振りしてるんですよ。これ、なんでかっていうと、基本的にバッターっていうのは、まあ落ちるボール特にそうですけども、ホームベース
盤よりも外れちゃいすぎるといくらいい高さに落ちても振らないんですよ。どういうことかっていうと、フォークボールだったら落ちるボールなんで、例えばね、真ん中付近に来たと思わしといて、そっからボールが落ちるからバッターって振るんですよ。うん。だから逆に、初め投げた時から、もうアウトコースとか、アウトコースギリギリかなとか、に見えたボールって、あんま振らないんですよね。だから、バッターを、振らす、空振りを取るんだったら、真ん中付近というか、ベース板の真ん中付近から、こう、落としてあげると、ストライクだよっしゃいい球来たと思って、バッター振りに行くんですけど、それがね、落ちるんでバッと振るんですよね。だからよく言うのは、フォークボールとか、まあ、チェンジアップ、まあ、チェンジアップとかもそうですけども、ベース板の上でバウンドさせるというか、ベース板の上に、をちゃんと通過させて落としてあげると、バッターはね、より空振りしやすいっていうところがあるんですね。だから、1球目と3球目のフォークボールは、ちょっとね、ベース板から外れてるんで、振らなかった。いい高さに行ってるんですけど、振らなかった。でも4球目はいい高さに行ってるし、ベース板の上にも行ってるから振ってるんですね。で、5球目にストレートでボールになって、で、最後、フォークボールで、サードボールというところで、まあ、このフォークボールの、まあ、精度というか、高さも含めて素晴らしかったなというふうに思います。はい。でですね、初めてなんですよ。これ、4回表、1回、2回、3回、全部、先頭ランナー出しなんですけど、4回表に初めて三者凡退、切るんですね。菅野さんがね。はい。それは素晴らしかったですよね。で、4回裏、ああ、これ初めて三者凡退と切ったんで、打線の方も、勢い乗ってくるかもしれないと思ってたんですけど、この先頭のね、丸選手がセンターフライね、これも岡林選手がフェンスの手前でね、フェンス手前ぐらいで、すごくいいキャッチをしたっていうところで、非常にね、硬い守備が光るなというふうに思ってました。はい。で、次、5回表、またこれヒット打たれるんですよ。先頭ランナーね。先頭バッターに。これもね、先頭の田中選手なんですけど、これライト前ヒットね、先ほどの、まあ、センター前二塁打もありましたけども、このね、ライト前ヒットね、もうほぼアウトコース低めにしかね、球集めてなかったんですけど、これよく打ったなと思います、正直。めちゃくちゃうまく打ったなっていう風にね。菅野さんもちょっとこう、顔をね、嘘やろみたいな感じの顔してましたけども、これはね、打った田中選手は素晴らしいなと思いました。はい。で、3回表と同様ね、やっぱなかなか点入らないっていう中日からしたらね、ヒット出てるんだけど点入らないっていうところで、まあ、送りバントしてくると。ノーアウト一塁で送りバントするんですけど、大野選手が、まあ、バントできず見逃し三振になっちゃうんですよね。これちょっともったいなかったですよね、ドラゴンズからするとね。で、ワンアウト一塁から岡林選手がサードゴロ。はい。で、2アウト一塁で、まあなかなかね、まあランナー進められないっていうところがあったんで、5球目に スチールをね、してくると。で、これが決められると。まあ、小林選手からしたら、まあ、絶対ね、もう走ってくるっていうのは分かってるんで、そこは刺したかったと思うんですけど、それをちょっとね、盗塁を許してしまうという形。ちょっとやばいなっていうところだったんですけど、ここをしっかりね、村松選手を空振り三振取れた。っていうところは非常に大きかったと思うし、今日ね、先ほど言ったように、フォークボールの精度も非常に良かったんですけど、カーブという球種をね、決め球に使ったりとかっていうのもしてたんで、非常に、僕のイメージでは、カーブって結構カウント取るボールかなっていう風な、イメージあるんですけど、それを逆にこう、勝負球に持っていったりするっていう、その、幅の広さというかね、そういったところを、まあ、小林選手とね、相談しながらしっかりこう、投げれてるなっていうところがあったんで、そのカーブとフォークという、まあ、まっすぐはもちろんそうですけども、カーブとフォークというところの使い方もね、今日ね、そのトリッキーというか、あ、素晴らしかったなというふうに思います。はい。でですね、6回表も、まあ、その、菅野さんがね、まあ、ちょっとちょいちょい打たれてるので、まあ、ちょっと工夫し始めたんですよね。で、ワンアウトから細川選手、ショートフライと打ち取ったんですけど、これも、いきなりクイック投法で投げたりとか、次のバッターの市川選手も空振り三振取ったんですけど、ちょっと最後クイックで投げたりとか、そういったところも、非常にうまく工夫はしてたんで、非常に素晴らしかったなと思うんですよね。こんだけの、勝ってるベテランでもね、そういう工夫をするというところですね。はい。で、それで非常に大きかったなと思うのが、これ6回裏ですね。まあ、結局点は入らなかったんですけど、この先頭の小林選手が、まあ、10球粘ってフォアボール取るんですね。うん。まあ、こういう試合ですから、こういうちょっとしたフォアボールとかエラーとかって、試合に結構、すごく繋がってきたり、する、失点にね、なったりするんですけど、ここをしっかり10球も粘ってフォアボール取れたっていうのはめちゃくちゃ大きかったんですね。これはヒット、よりも僕価値があるかなっていうぐらい、すごいいいフォアボールだったんですね。で、ノーアウト10で菅野さんがバント決めて、で、ワンアウト2塁から丸選手はこれショートフライですよね。ちょっと、まあ、もったいなかったなっていうのはありますけども、
っていうところですね。で、まあ、浅野選手もね、これストレートで攻められて、まあ、ファーストゴロというところで、まあ、チャンス作るも、まあ、得点できずというところで、まあ、ちょっとね、まあでも10球粘ってしっかりファーボール取れたっていうのは素晴らしかったんちゃうかなというふうに思います。で、ここの回ですよね、7回裏、ちょっと見ていきたいんですけども、まあ、これもね、先頭のモンテスがセンター前ヒット。まあ、素晴らしいヒットだと思います。これも、ツーシーム、ボール、ツーシーム、ファール、ツーシーム、センター前ヒットというところで、まあ、今までね、みんなが打ちあぐねてたツーシームもしっかりセンター前ヒット、センター返しで素晴らしかったなと思います。で、ここなんですけど、で、ノーアウト中で岡本選手がライトフライ打つんですよ。なんですけども、これね、ちょっと異変が起きたというか、大野選手にね、今まで木下選手のミットをね、ほとんど動かないぐらいのコントロールで投げてたんですけど、ここに来てね、ちょっと逆球が来たんですよね。うん、あの、3球目のストレートを打って、まあ、ライトフライ打ったわけですけども、インコースに構えたボールがアウトコースに来て、ライトフライだったんですね。で、ちょっとそれを見て、あ、ちょっと大野雄大投手ね、ちょっと疲れてきてるのかなっていうふうに感じたんですね。で、それで、このワンアウト一塁から坂本選手のホームランなんですけど、それもストレートの外で構えてたんですけど、それが真ん中に入ってホームランっていうところで、まあちょっとね、本当に先ほども言いましたけども、この7回裏のこの岡本選手と坂本選手の時のまっすぐしか失投はなかったなっていうぐらい、コントロールがね、安定してたんで、逆に言うと、そのちょっとした甘くなったボールを坂本選手が捉えたおかげでね、今日勝てたっていうのがあるんで、あの、坂本選手もね、素晴らしい、集中力だったなというふうに思いました。で、最後、すごくこれ良かったなと思うのが、これ8回表ね、まあ、この先頭にね、ブライト選手がピンチヒッターで出てきて、まあ、結果見逃し三振取るんですけど、これね、やっぱりホームラン打たれてはいけない場面だし、絶対ね、塁にも出したくないというところで、まあ、アウトコースを中心にね、配球していったんですけど、最後のね、まあ、結果見逃し三振取ったんですけど、これ6球目のこのカットボールね、正直、ギリギリボールかなっていうところあったんですよ。ですけども、小林選手のキャッチングもそうだし、その菅野さんがずっとアウトコースに投げ続けてたんで、審判も、ストライクを取っちゃったんかなっていうふうに思うので、それぐらいね、本当に精密なコントロールというか、これは、まあ8回表ですけども、まあストレートも150キロを超えてましたし、まあここを全力で抑えに行くっていうところができてたんでね、これを、今で言った山崎伊織投手とか、まあ、井上投手もそうですけど、そういう若い投手に、こういったところを見てほしいというかね、ここのほんま死ぬ気で抑えるとっていうところがもう、わかるんで、ここね。そういったところはすごく良かったと思うし、さすが菅野さんだなというふうに思いました。で、その後ね、まあ、最後ね、大勢投手が出てきて、まあ、ヒットを一本許したんですけど、まあ、抑えて、勝ったというところです。まあ、非常にね、今日ね、見ていくと、やっぱり、粘りですよね。まあ、菅野さんの粘りっていうところ、あんだけ先頭ランナー出してて、まあいろいろね、まあ中日もね、スチールをしたりとか、バントをしたりとか、まあ強行で行ったりとか、いろんな作戦してきましたけども、結局点取れなかったっていうところ。で逆に、大野雄大投手はめちゃくちゃいいピッチングしてたけど、1球に泣いたっていうところで、まあすごく対照的ではあるんですけども、まあそれがね、まあヒット2本でも勝ててしまうっていうのが野球の面白さでもあると思うので、すごくね、今日はなんかこう、ちょっと数年前思い出したというか、非常になんかこう、感慨深いというかね、素晴らしい試合だったなというふうに思いますし、まあ今日広島がね、阪神に負けたみたいなんで、まあゲーム差が1になったんでね、そういったところも素晴らしい、勝利だったなというふうに思いますんで、これからもね、ジャイアンツね、明日休みですか、休み挟んで、まだ試合があると思うんですけども、ぜひね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。